です。えのとです。お願いします。はい、こちらまず本のおすすめ。はい。VS 仏教。面白いですよ。おすすめでございます。はい、お願いします。はい、それでは、はい、質問です。過去帳にお魂入れはするんですか。はい。との質問です。これ結構ある質問です、ね。そうですよね、はい。結構ありますね。はい。配達行ったりするとね、うん、なんかこう過去帳にも魂入れてもらわなあかんねとかね。そうですね。いうお話聞くんで、はい、まあ、このね、その質問通り、過去帳に入魂はするのか、はい、するんですか。いう質問でございます。はい。で、入仏、うん、入魂の方は、はい、魂入れは、はい、しません。しません。はい。はい、ここにはあの魂お性根とは入らないと一般的には言われております。そうですよね。はい。ただ入らないからといって別にいけないものでもないですし ね、 で、まあ、あの過去帳のことを知らない方もいるかもしれないので、はい、まあ、過去帳というのは、まあ、家族の記録帳、まあ、家系図のようなものだと、はい、いうことですね。分かりやすく言えばそうですね。で、まあ、過去帳にもやっぱり起源の方がありまして、はい、昔はあの寺受け制度という制度がありまして、はい、まあ、江戸時代の方なんですが、うん、まあ、あの必ずお寺に所属してないといけなくて、で所属することによって管理ができるという、はいはい、お上の方がそういう風な制度を作ってたんです。なるほど、はい、でそれがまあ時代が進むにつれて、うん、まあ、あのお寺がやってたことを、ええ、まあ、お役所さんの方の仕事に変わっていったということで、まあ、いった戸籍のようなものですね。そうですね、はいはい、それがまあ過去帳の起源だと言われております。はい、はい、で今はまあ、あの時代が進んできまして、まあ、戸籍という役割よりはどちらかというとご先祖の、まあ、命日が分かるようなものと言われております。ですのでやっぱりあの僕らが今生きているのもやっぱり子子孫孫と脈々と受け継がれてきておりますから、やっぱり魂が入らないというようなものであってもやっぱ大事にしてほしいということでございますね。はい、ご先祖様の記録が残っているもんなんですね。そうです。はい、もうずっとね、はい、あの古びた過去帳とかもありますけれども、はい、それはそれで味があっていいんですけれども、はい、もしあれやったらもう新しく過去帳をね、はい、買い直し貼って中も綺麗にするっていう、ね、はい、でまた大事に感謝の心を忘れずに、はいはい、していただけたらと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。